皆さん、こんばんは。世界最長の映画シリーズとしてギネスに認定されている男はつらいよね。柴又育ちの敵屋で風来坊の主人公車虎次郎を演じた渥美清さん、役の名前である虎さんの愛称で国民的人気を博した昭和の名優です。そんな虎さんというキャラクターには渥美清さんの幼少期の体験が少なからず影響しているとのことで、今回は彼の幼少期についてご紹介したいと思います。虎さんの愛称で親しまれていましたが、本名は田所康雄。1928年3月10日に東京府東京市下役、現在の東京都台東区で新聞記者の父と元小学校教諭の母の間に誕生しました。小学生の頃は家庭の経済的困窮により十分に食事を与えられていない子供のことを指す欠食児童だった渥美清さん。小児腎臓炎、小児関節炎、膀胱カタルなどを発症し、とても病弱な子供でした。また学生時代に戦時中や戦後を経験しており、中学校卒業後には工員として働きながら担ぎ屋や敵屋の手伝いをすることもあったそう。虎さんも敵屋が家業ですが、それは渥美清さんの幼少期の経験がきっかけで誕生したと言われているのです。業界関係者との交流がほとんどなかったと言われている渥美清さんは、男はつらいよシリーズで監督を務めた山田洋次さんですら彼の連絡先を知らなかったといいます。しかし渥美清さんは黒柳徹子さんのことは大変可愛がっていたのです。二人が仲良くなったきっかけはドラマ若い季節、このドラマでの共演がきっかけで交流が始まったのです。兄ちゃん、お嬢さんと呼び合うほどの中で、黒柳徹子さんは渥美清さんに靴や外国のお弁当箱を買ってもらったり、黒柳徹子さんが第32回浅草芸能大賞を受賞した時には、浅草は渥美さんに連れてきてもらった思い出の地ですと語っていたほどで、二人の関係性はかなり濃いものであることがうかがえます。そんな二人の深い関係を見て、渥美清さんは黒柳徹子さんのことが好きなのではと噂になり、二人の熱愛が報道されたこともありました。実際に山田洋次さんも冗談で、最後のマドンナは黒柳徹子さんと話していました。しかし渥美清さんと黒柳徹子さんが本当に交際していた可能性は極めて低く、その事実はなさそうです。渥美清さんから見て黒柳徹子さんの存在は恋人というよりも妹という感じが強かったのでしょう。そんな渥美清さんですが、ギャラはどのくらいもらっていたのでしょうか。芸能人はギャラが公になることがないため詳しくは分かりません。しかし渥美清さんは出演料が最高額と言われるほどで、かなり破格だったことで知られています。男はつらいよシリーズでは一作のギャラが5000万円から8000万円とも言われています。また過去に公開されていた納税額番付に名前が何度か載っており、納税額が6500万円以上だったので数億円の収入はあったと思われます。最近では吉永小百合さんが映画一作の出演料が渥美清さんと近いと言われており、今の吉永小百合さんでようやく当時の渥美清さんのギャラに追いついたのかもしれません。そのくらい渥美清さんが国民的スターだったことがうかがえます。人情に熱い寅さんを長く演じていた渥美清さん、先ほどは渥美清さんの幼少期の経験がきっかけで寅さんが誕生したと話しましたが、実際の性格は寅さんとは真逆、家庭内では DV まがいのこともしていたという噂もあるのです。映画の寅さんは生涯独身でしたが、渥美清さんは結婚しており子供も2人います。渥美清さんがあまりプライベートを明かさない方だったことから、寅さんと同じく独身と勘違いしている方も多いと思いますが、渥美清さんは既婚者です。1969年3月17日に出雲大社で結婚式を挙げ、3月22日にはホテルニューオータニで結婚披露宴を行いました。お相手の女性は竹中雅子さん、41歳で結婚した渥美清さんでしたが、一方で竹中雅子さんは24歳、なんと17歳も年の離れた年の左近だったんです。出会った時は竹中雅子さんは白百合学園中等部3年生だったそうで、家族ぐるみで交際をしていたといいます。親公認だったからこそ
そこまでの年の差でも反対はされなかったのかもしれません。芸能人の結婚式といえば高価な式のイメージが強いですが、渥美清さんの結婚式は親族とわずかな友人だけというささやかなものでした。プライベートをあまり明かさなかった渥美清さんですが、その理由として奥様が一般人であるため、マスコミの目が向けられないようにとの配慮があったとも言われています。渥美清さんなりの家族を守りたいと会う気持ちで結婚式もささやかなものにしたのかもしれません。そんな二人には田所健太郎さんと田所幸恵さんという二人の子供がいます。田所幸恵さんは以前声優をされていたという情報がありました。しかし確かな情報はなく、詳細を確認することができませんでした。田所健太郎さんは立教大学を卒業し、日本放送に勤務していました。人気ラジオ局である日本放送に就職したことについて親のコネだという意見もありますが、実は田所健太郎さんは親のコネなどは使っておりません。田所健太郎さんは就職活動中の履歴書の家族欄に父田所康夫職業俳優とちゃんと渥美清さんの本名を書いていたのです。そのせいで採用時に父親が渥美清さんだと気づく人はいなかったそうです。入社式に新入社員の親を同席させる習慣のある日本放送は、その入社式で田所健太郎さんの父親が渥美清さんということを知ったそう。入社式は騒然となったといいます。その後日本放送を退社し、フリーディレクターとして主にアニメ関係の番組に携わっています。そして田所健太郎さんは日本放送時代に共に働いていたアナウンサーの山岡和美さんと結婚したのです。幸せそうな家庭に見える渥美清さん一家ですが、先ほども述べたように渥美清さんは家庭内で DV まがいのこともしていたという噂があります。そんな家庭内での渥美清さんの実態を告白した人物は実の息子である田所健太郎さんです。今でこそ DV はかなり問題視されていますが、一昔前は今ほどは問題視されていませんでした。田所健太郎さんの食器の扱いや食事の仕方に厳しく、間違うと突然激怒し激しい暴行を加えたといいます。田所健太郎さんによると日常的に暴力があったというので、仕事などでかなりのストレスを感じていたのかもしれません。昔語りで人情味があふれる寅さんの姿に元気づけられた人たくさんいるはずです。しかしその裏では役者にしかわからない苦悩がたくさんあったのでしょう。映画の撮影に協力してくれた地元の有志が開く宴席にも顔を出すことはなく、ファンが近くに来ることさえも嫌っていた渥美清さん。男はつらいよシリーズの監督だった山田洋次さんですら彼の連絡先を知らなかったというのは驚きです。しかし渥美清さんがこれほどまでに講師の区別をつけるのには、車虎次郎のイメージを崩したくないからという理由がありました。街を歩いていた時にファンと思われる男性からよう虎と声をかけられたことがきっかけで、虎さんのイメージを守り続けていたのかもしれません。その分本人にはかなりのストレスがあったのだと思います。国民に親しまれていた寅さん、それを演じていた渥美清さんは誰よりも寅さんを愛し、寅さんを守り続けていたのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。